JR 貨物によりますと、午前1時半過ぎ、JR 函館線の森駅、石倉駅間を21両編成の貨物列車が走行中、非常ブレーキが作動し、運転手が確認したところ、コンテナ貨車5両が脱線していたということです。運転手にけがはありません。この影響で函館と札幌を結ぶ特急北斗など26本がすでに運休していて、復旧のめどは立っていません。ご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。脱線の原因については現在調査中ということですが、現場の踏切付近のレールに3カ所の損傷があったということで、 JR 北海道は関係性を調べています。